で、こちらがバージの X11 ですね。11速の451のタイヤちょっと大きめの20インチ。で、重量が 10.2 キロで、価格が28万円ですね。結構高価なハイエンドホールディングバイクという感じになってます。まあ、スラムのフォースがついたりとかして、まあ、かなりこのホイールのあたりも軽量化されているので、まあ乗り心地はかなりスポーティーな感じですね。で、ここね、ちょっと特殊なステムが使われてて、まあ角度調整とかが簡単にできるようになってたりとかしますね。全体的なイメージはこういう感じ、2色展開です。さあ、こちらがバージ P10 ですね。で、こっちも同じようにこういったちょっと荷物積んでみたいな提案がされているんですけど、こういうのやっぱり流行ってるんですかね。タイヤちょっとこれ太めですよね。だこれ太めにして多分カスタムしてあると思うんですけど、まあこういった使い方も一応できるっていうのが、まあこのなんて拡張性の高さみたいなところなんですけど、ちなみに完成車でっていうことだとこういう感じで、10速で 11.7 キロで、13万9千円ですね、になってます。色2色展開で、この色と、こっちの色かな、なってます。で、こちらがターンのバージ N8 ですね。8万6千円で、8速11キロ。色が、このシャンパンっぽいお色と、このグレーっぽいシルバーと、グリーン、ブルー、そしてマットのブラックという感じです。で、これがまあカスタム仕様で、まあドロップハンドルつけて、っていうタイプも一応ありますね。これクラリスつけて、これ前2枚にしたりとかしてます。まあこういったタイプも一応あります。で、こちらがターンのリンク C8 ですね。まあ、これはほとんど変わりません。カラーもほとんど同じなので、6色展開ですかね。ブルーと、黒で、ちょっとこう、反射素材のタイプですね。がついてる。まあ、こういう、ここがね、ちょっと反射素材になってるんですけど、赤、ブルー、黄色とね、6色の展開になってます。で、まあ、これも参考展示で、こういったあの、カゴを取り付けることができますよっていう感じになってます。これ、陸戦カウルの多分ワンタッチのタイプなんですけど、鍵付けられて、まあ、取り外しも一応できるようになってます。こういう感じです。そして電動フォールディングバイク、ベクトロン S10 ですね。 2.5 時間のバッテリーのチャージで約100キロ走れるとっていう感じですね。まあ、かなりあのかっこいい感じで、ディスクブレーキ使われていて、で、まあ、結構この参考展示として、まあ、こういった使い方できますよということで、前にあの簡単なバスケットを取り付けて、後ろにこれスールですね、この背をつけてあの展示してあります。まあ、電動なのであのすごくねあのパワーもあるし、でこれ多分スタンドも、荷足なので、まあ比較的あの安定して止めることもできると思います。こういったあの使い方もね、できるんじゃないかなと思います。ちなみに折りたたんだ時の状態っていうのはこのぐらいの大きさになります。で、モーターは今これボッシュの、 あの、まあ、トレックとかと同じようにボッシュのモーター使っているので、非常に、まあ、あのパワーもあって使いやすいんじゃないかなと思います。で、今年新しく登場した HSD-P9 ですね。急速で重量が 25.7kg、 20インチのタイプで、一応カラーが2色展開、28万9千円となります。で、これこういったのなんかディスプレイっていうか展示参考のこういう感じでどうですかみたいな感じで、これ後ろにオルトリーブのラックボックスをつけて、まあ、こういったなんかあのキャンプ行ったりとかする時の、
まあ、あの荷物とかをまあ入れられるのを取り付けることができたりとか、まあフロントバッグにはこういった寝袋とかね、まあ、荷物を詰めるような形なので、まあこの隣のとこに展示があるんですけど、まあキャンプとかソロキャンプとかやりたいとかっていう時にちょっとこうスポーツバイクじゃあの大変だなっていう方なんかはこれでかなりの荷物詰めるので、これでちょっとキャンプ行こうみたいな結構ありかなと思います。でこれパニアバッグがこの大きさで2つ右側についてて反対側1個ついてるんですよ。で上にこれ多分寝袋とかあのテントとかこの辺につけて、それでかつまだフロントにバスケットで、まあ、こんな大きいあのクーラーボックスみたいなのも入れられるので、かなりの積載量があって荷物も運べるので、まあ、こういった使い方ってこれから結構もしかしたら楽しいかもしれないですね。